で、本日、ご用意いたしましたのは、リクエストいたしました、リクエストいただきました、これ、生データの目視でメタボロミクスをするためのツール、グラスホッパーのご紹介というお話を、ご用意いたしました。で、今日のお話ですけれども、自己紹介は先ほど、全部、ご紹介いただきましたので、省くかもしれませんが、ですね、今回のお話はですね、許可いただきましたので、植物の培養細胞、とある植物の培養細胞の二次代謝を観察してきたデータというのを使わせていただきます。この細胞は非常に複雑な二次代謝経路を持っている植物なので、メタボロミクスをするにはちょうどいい研究材料になっております。で、まずはグラスホッパーのご紹介から使い方のご説明をしまして、その後、グラスホッパーでやってみたウェット実験の結果について少しだけご紹介させていただこうと思っております。というわけで、自己紹介ですけど、ずっと植物科学の研究をしてきまして、5年くらい前に初めて LC-MAS という機械がこのようにあるんだということを知ったという、そういうくらいのものでございます。で、グラスホッパーのご紹介ですけれども、まず開発の経緯をご説明するのが早いかなと思いました。で、左上に見せておりますのは、ここに、この部屋にありました LC-MAS という機械の概念図になります。ソルベントがカラムの方に流れていって、出てきた化合物がマス質量分析計で検出されるというわけなんですけれども、ここにはですね、化合物はカラムの中で、インジェクターから入ってきて、カラムの中で分離されるわけです。で、流れやすいやつから順番に、出てきますので、データにはリテンションタイムという時間の軸があります。で、MS のディセクターの方では、質量電荷比 M over D という値が軸になったデータが出てきますので、データとしては2つの横軸のあるグラフが表示されてきております。で、装置付属のビューアーはですね、おおむね2次元になっていまして、ちょうどここに絵で表現しているような感じの、2つの図が表示されるんですけれども、実際にはこれ、3次元空間なら2つに並べればいいわけですから、ちょうど左下のような感じに見ることはできないのかなというふうに思って、こういうものを作ったと。最初はそういう感じの経緯でございました。で、その他にもいろいろ目的はあるんですけれども、メタボロミクスもプロテオミクスも多分非常に発達した技術があって、で、出てきたデータを放り込むと、もういろんなデータが一足飛びに出てきてくれるわけですけれども、この間を自分で触ってないというのは、やっぱり実験者としてはとても不安に感じてしまうわけですね。で、それからか、よくあるんですけれども、機械に放り込んでみると、この化合物ないよとか、この化合物はこれだっていうふうにこう出てくるわけですけれど、よくよく間違っていることもあるんですよね。でも、間違っていてもですね、我々それを信じるしかないので、そこで諦めたりするっていうこともちょくちょくあるんですね。で、それは非常にもったいないなというふうに思って、生データを見れば、少しだけの原理を知っていれば、何が起こっているのか分かりますので、こういうツールを作ってみようと思った次第でございます。で、どんなツールかということなんですけれども、しのごの説明するよりもですね、一旦動作風景を見ていただくのが早いかと思いまして、動画を用意いたしました。で、まず、ツールの、起動しますと、このように、ファイルをロードいたします。で、ロードしたデータ、ロードしたデータの方はですね、こんな感じに表示されまして、勝手に色がとりあえず割り当てられます。後ほどちょっと、設定の方法とかはご説明するんですが、まずデータをロードしましたら、まず1回保存という作業をします。どんなファイルがあってっていうようなことが保存されるわけですけれども、この時に、プロジェクトフォルダを作っていただいておいた方がいいです。で、ここには後々ですね、そのピークの積算値などのデータが出力されますので、他のデータと混ざらないようにするという意味で、プロジェクトフォルダを作るのを推奨しております。
で、セーブが始まると、データの変換が行われていきます。うん。で、下の方に、ライブラリのデータを入力する欄があります。今、手動で入れてますけれども、まあ、組成の式とかを入れてあげると、MOVERZ の値、分子量を検索というか計算してくれる電卓になっています。で、そこに化合物の名前なんかを入れていただくと、この後、ヒットしたところにこの名前が表示されます。で、計算がもうとっくの昔終わってたんですが、終わると、そのコールグラスホッパーという青いボタンが押せるようになります。で、これを押していただくと、で、先ほど変換したデータがロードされて、最初に見えたような図が表示されました。はい。で、この使い方、まあ、ざっくり言いますと、真ん中にぐるぐる回ってるその丸いカーソルがあります。で、これを操作する形で動かします。で、今、マウスで動かしてますけれども、このように、まあ、回したり、下から見たり、上から見たり、動かしたりすることができます。近寄ってます。で、離れてます。で、これ、こんな感じでピークを詳しく見ていくわけですけれども、まあ、推奨しているインターフェースは、こういうやつです。すみません。ゲームパッドでございます。プレイステーションなんかについてるやつを1個見て、パソコンに挿していただくと、まあ、非常にスムーズに動かすことができます。で、今、ピークを選択していますね。うん、で、これ、データはたくさんロードしたんですけれども、全部いっぺんに表示しています。で、検索しながら、ピークをこう選んだ瞬間に検索がかかって、どんなもんですよっていうのが、MOVERZ と一緒に表示されます。で、こうやってたくさん適当に選択していくわけですけれども、で、時々見ているとですね、まあ、こんなふうになんか半分だけしかピークが選択されてないなというようなことも起こります。で、これは何でかというと、測定した比とか装置とかが違うと 少しだけリテンションタイムがずれたりとかっていうことが起こります。そうするとうまく、ピークの認識とするのが難しくなりますので、まず揃える機能というのがあります。で、揃えると、まあ、パッと見た感じにこんなふうにきれいに揃っています。で、さっきはこうだったんですね。で、ちょっとずれてて、また揃えると。揃えることができます。うん。詳しく見ると、こんな感じです。で、まあ、それだけでは直ってませんので、一回解除していただいて、もう一遍エラーと。で、すると、正しくピークを認識できるようになります。まあ、こんな感じの、仕様になっております。まだ続きがある。そうだ。もうちょっとですね、アニメーションモードというのを搭載しておりまして、このデータはですね、タイムコースでして、0日目から43日目まで 17回ほどの測定をした、結果をいっぺんに表示していまして、で、これが中に入っているその何デイって書いてある数字の順番に並べてありますので、自動的に並ぶんですけども、こんなふうに、順番に表示すると、タイムラプス動画のような表示ができます。今、まあ、回すことはぐるぐると任意の角度に回すことができるんですが、まあ、ピシッとまっすぐにしてあげると、まあ、これ同じ MOVERZ の2つのピークなんだなとかいうことが分かります。これは横だけではなくて、縦もまっすぐ直すことができます。もうちょっとなんか、で、アニメーションオフですね。まあ、オフにしますと、まあ、先ほど割り当てられたピークの色がそのまま、時間に相当することになりますので、ピークの模様によって、このピークが、誘導、まあ、化合物の生産が始まってから早く出てくるのか、遅く出てくるのか、あるいは途中なのかというようなことも、これで同時に把握することができる形になっています。今ちょっとやってましたけれども、右クリックしてエクスポートっていうのを選んでもらうと、
今選択したピークに関しての、シグナルの積算値がテキストファイルに出力されます。で、これテキストファイル、ただのテキストファイルですので、こんなふうに Excel なんかで開いていただくことができます。ちょうど、このピークに関して、全部選択して、例えばグラフを書くといったことをしてみると、だんだん上がってきた化合物だったんだな、みたいなことが、見ることができます。これ他にもですね、R の統計の処理に使うとか、よくある、解析ツールに大体掘り込むことができる形かと思います。そんな感じの、概要なんですけれども、使い方についてまずご説明いたします。で、現在、グラスホッパーはですね、Python のソースコードでそのまま配布しているという形になっています。で、GitHub で公開しているんですけれども、GitHub に入っていただいて、私のユーザーネーム、この名前で公開しているんですね、プーサーの -kyo というニブと打っていただくと、ユーザーの中に、自分がいますので、そこに行って、で、グラスホッパーという欄がありますので、で、そのリリースというところに行くと、圧縮ファイルが1個になったやつが置いてありますので、で、それをダウンロードしていくことが、していただくことができます。で、これちょっと古い動画なので、今ちょっとバージョン古いんですけれども、この時は確か6個ぐらいのファイルがたはずですね。はい、6個のファイルがあったんですけども、今何個か取扱説明書とかを中に増やして入ってますので、とりあえずダウンロードしていただいて、取扱説明書を読んでいただければ、ほんの A4 1ページの取扱説明書ですので、大体使い方わかるかと思います。で、これを実行するためにはですね、Python のソースコードですので、実行環境というか、開発環境を構築していただく必要があります。Python のインストールは、Anaconda を使うのが楽です。Anaconda については、普通に Google で Anaconda と検索していただければ、このページに飛べますので、インストーラーパッケージを、ボタンをこう押していただくと、インストールすることができます。で、1回入りましたら、必要なモジュールをインストール、していただく必要があります。で、Linux または Mac の場合は、ターミナルというツールがありますので、それに入っていただきます。で、Windows の場合は、ちょっと複雑ですけれども、Anaconda プロンプトというのが、スタートメニューの中に出るんだそうなので、それに入っていただいて、ここの最低限この3行を打っていただければ動きます。で、今度はインストール PyOpenGL、今度はインストール NumPy、今度はインストール PyOpenGL アクセラレートっていうこの3つの行を打っていただければ、グラスホッパーを動かすための開発環境が整います。で、この3つなんですけれども、この前に1行、仮想環境を作る方が本当はいいです。このままそのまま打ってしまうと、ベースっていうその一番基本になっているところに、これらをインストールすることになってしまいますので、あまり推奨ではないとされていますが、最も簡単に動かすのであれば、この動かし方になります。で、この後でグラスホッパーを起動するためには、ダウンロードしたフォルダ、あるいはそのフォルダを置いた場所まで 移動しまして、で、Python マネージャー 1.py というふうに打っていただくと、先ほどの状態になります。で、ご自分のデータを解析するためには、別途ですね、プロテオウィザードというツールが必要になります。で、プロテオウィザードは、もちろん私が作ったんじゃないんで、非常に優れたツールで、LCMS のベンダー各社がそれぞれ独自の形式でデータを保存しているところを、共通の形式に変換することができる MS コンバートっていうツールが入っています。で、その機能を使わせていただきます。これに依存しておりますので、これが必要です。で、ダウンロードのボタンを押せば、ダウンロードできるわけですけれども、別途その下の方に説明書いてありますが、.NET フレームワーク3.5と4点なんぼっていうのをインストールする必要があります。これはどうも Windows 用のツールなんでしょうか。多分 Windows でやるのがいいと思います。別にグラスホッパーを動かしているときにこれが入っている必要はなくて、コンバートしたデータをコピーしてくればいいので、これは別に別のパソコンに入っていても大丈夫です。
で、コンバートの仕方なんですけれども、Windows でスタートメニューの中に MS コンバートっていうツールが表示されます。で、出てきたツールの画面の左上に、ブラウズっていうボタンがあるので、そこで、LCMS の機械から取ってきた生データを選択してください。で、その下にアウトプットディレクトリーというのがあるので、出てきたデータを保存するためのフォルダを1個作って、出力できるフォルダを用意してください。で、その下にオプションというのがあって、で、ここで重要なのが、このアウトプットフォーマットの中のテキストというのを、選択してください。まあ、今のところなんですけども、現在テキストにしか対応しておりません。で、一番右下のスタートというボタンを押すと、まあ、ちょっと時間かかるんですが、変換が始まります。で、現在、配布しておりますセットの中にはですね、デモデータとして3個の測定データを初めから同梱しております。これは私の畑で育った唐辛子と若い唐辛子とピーマンのデータ、測定データになっております。で、それぞれ唐辛子にですね、赤色、若い唐辛子に、黄色で、ピーマンに緑を割り当てているんですが、まあ、唐辛子ですから当然、その言わずと知れたカプサイシン、とても辛味の成分が入っております。で、この成分なんですけれども、黄色いピークの中にも同じ M バティの化合物が見えています。で、これ何かなと、リテンションタイムも違うからなんだろうと思って見てみるとですね、奥の方に同じような形のピークがありました。で、これは162のニュートラルロスを持った同じ化合物由来のピークであろうと思われます。162なので、ひょっとすると配糖体ではないかということが、まあ、想像されてくるわけです。そんな感じですね。で、こうやって、まあ、今言った話はずっと昔に解明されていて、まあ、知っててやってるわけですけれども、研究始める前にですね、研究対象について、こうやってデータを俯瞰してみてやれば、何か、例えばそういったことが想像されてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、つまり、この若い唐辛子がなんで辛くないのかというと、配糖体になってるから辛くなくて、で、成熟してくると糖が外れてる状態で蓄積され始めるので、だんだん辛くなっていくんじゃないかなと、まあ、そういうふうな、なんていうか仮説ですか、そういうものを立ちます。ピーマンに関しては特に何も出ないかと思ってたんですが、ケルセチンっていう化合物のグルコシドみたいなものが見えています。これ、グルコシドなのかな。まあ、そういうものが見える。まあ、デモデータを使って、とりあえずこういうふうに動かしていただくことができます。どれくらい？で、次なんですけれども、操作の方法です。ちょっと分かりにくいというふうにコメントいただいたことがありましたので、現在のリリースの中には、取扱説明書が入っています。これはそこから持ってきたものなんですが、ですね、右上がマウスを使った時の操作で、左上はこのゲームパッドを使った時の操作です。で、マウスを使うときには、まあ、画面が9つに分割されていて、で、カーソルの近くを触っていただくと、カーソルがマウスのいる方向に向かって動いていきます。まあ、で、それぞれのエリアをこう、マウスで触ってもらうと、こう動きます。回すときは左と右ですね。視点を上げる、下げするときには、画面の上の方と下の方。で、ズームをするときには、右上と右下部分を触ります。左上と左下前のところ空いてます。で、今、ピークを選択するのは、まあ、右クリックメニューから出してもいいんですけれど、キーボードのスペースバーでもいいですし、この、ゲームパッドであれば、まあ、ちょっと、まあ、ここに書いてあるように4番のボタン、右手の一番右のボタンですね、これを押すとピークの選択ができます。消すときは、その左下のボタンですね。で、たくさん見て、で、先ほどピークのずれ、検出のずれ、リテンションタイムのずれを補正するわけですけども、これもまたゲームパッドのボタン一つで補正することができます。これは、ライブラリの中にヒットした化合物が中に入っていれば、
M over Z 値の測定ズレも一緒に補正されます。で解除するときにはバック、11番のボタン。なんて言ったらいいんでしょうけどね、左手のちょっと奥にあるこのボタンを押すと解除です。何回でもやり直せます。まっすぐにするときにはその横のボタンを押してください。そんな感じですかね。まだある。アテッド前ですが、今動いているのが、左のスティックでぐりぐり動かすとカーソルが動きまして、右側のアナログスティック、まあ、これは会社によって仕様がちょっとずつ違って、縦だったり横だったりするんですけれども、動かすと視点が上がる、下がるという感じになっています。で回すのは、これのここにあるボタン。これを押していただくと、こう、ぐるぐる回って、で、ズームしたりするのはその下のボタンになります。で、アニメーションすると、こんな風に見ることができます。これですと、まあ、右側の方に緑色のピークが、初めの方に高くて、で、途中でだんだん左に寄ってくるんだなって言ったようなことが、こう、眺めていると、そうなのかというようなことが分かってきます。止めます。で、止めてもやっぱり同じなんですけどね、その、何ですか、ピークの模様で、だんだん増えてくるとか、だんだん減ってくるとか、そういうことが分かります。これだと緑色のピークは、最初はたくさんあるんですが、だんだん減ると。うん、この辺は黄色いので、真ん中あたりで増えてるか、まあ、それとも赤いのが重なってるけど、隠れちゃってて見えないのかっていうような感じに見えます。一応半透明の表示になっているので、合わせたような感じの色になるような仕様になっています。ですので、まあ、緑のシグナル低いんですけど、まあ、よく近寄ってみると割とまだ見えます。で今これは、なんか色の違うピークが重なっているので何のかなと思って見ています。でこれは何なのかということなんですけれども、これはまあ、同じ大学の先生に教えてもらったんですが、アンモニウムアダクトだということでございます。ですね、この化合物、表品を使って調べてみるとですね、まあ、このなんていうかシリーズの化合物の中に十何個か表品として売ってる化合物があるので、それを買ってきて、同じ装置で分析してみると分かったんですけれども、アンモニウムアダクトである M プラス H にアンモニアを足したものと、マイナス18ですね、脱水が起こったかのようなフラグメントイオンがよく出るということが分かりました。まあ、それからよくアセチル基がくっついているんですけれども、ちょうどマイナス42のニュートラルロスを持ったピークも出ます。まあ、ちょうど同じリテンションタイムに同じ形のピークがずれて出るということですね。でこのアンモニウムアダクトなんですけれども、模様が違ってます。でこれはどうも普通らしくて、アンモニウムアダクト、確かにこの分析系の中にアンモニア入ってませんので、どこから来たんだろうという感じですけれども、それがつくという割合が、その化合物にそのまま、量にそのまま反映して出てくるというわけではないということですね。で、逆にこのことがですね、アンモニウムアダクトが出るところからマイナス17のところに M プラス H のシグナルがあると。あ、そう、言い忘れましたけども、これ全部そのポジティブイオンモードのスキャンというので取ったデータでございます。まあ、こういう形でですね、M プラス H がどれなのかなというのを、自分の目でこう確かめていくことができます。まあ、ちなみにこのコンパウンドディスカバラというツールを、使って見ているとですね、いくつか当然間違いが出てくるんですね。で、すごく派手なピークがあるんだけど、これは何だろうと思っていたら、なんかとも違うんじゃないかなっていうようなものとかが現れてきて、でこれを見てると、あ、こっちのことなのかなっていうようなのが見えてまいります。で出てきた、まあ、数字をですね、ライブラリーで手動で検索していただくと、これなのかなというのも出てきますし、そこから、創生式が出てきたら、実際の測定値と、まあ、理想の値と見比べてみて、どっちが正しいんだろうかとか、そういったことを悩んでみるといったようなこともできます。まあ、そうやってやっていくわけです。で、
測定のずれ方なんですけれども、実はうちの機械がだんだん壊れてきていまして、これは日を変えて同じ、ほぼ同じようなサンプル、なんていうか、先ほどのフラスコの細胞がだんだん古くなっているんですけども、そうやって測っていったデータなんですが、このように、最大で0.5分ほどずれちゃってると、日によって違ってると、こういうことが起こります。で、そういったときはですね、普通の合わせ方、キャリブレーションの方法では合わなくて、特別な方法を使います。で、そういうときは、まず同じ化合物に由来するだろうというところを、だーっと並べて選択してあげます。これと3つのピークがあるということになっちゃってますね。で、このコマンドを選んでもらうと、パッと揃います。これはただ単に、あれですね、平行移動してるだけです。これはさっき1個のピークだけを選んで補正をかけたんですけれども、1個だけ合うのではなくて、データ全体をワーと同じ関数でずらしますので、1個合わせればもう大体合うことになります。もう一遍やってます。はい。で、これ合わせていくとですね、左の方になんかずれてるのがまだあります。何ですかね。平行移動してずれるだけではなくて、もちろん傾きもずれますので、合わせたところから遠ければ当然ずれもまだ残ってるという感じになります。で、こうなっていますので、実は最初のと同じようにですね、いくつかのピークを適当に選んでいただいて、この親指の上のこのボタンで補正をかけると、大体あることになります。これでもですね、全体を一次関数で補正しているだけですので、こんなふうに違うずれ方をするような化合物ですね、後でちょっとアニメーションの時に出てきますけども、そういったものはどうしてもうまく合わせることはできないです。で、あくまでも大体合わせていくっていうことになります。感じのはず。はい。そこそこ揃ったかと思います。まずこれをやっていただいて、で、それからいろいろといじくり回していただくという仕様になっております。で、もっとずれた分析データについてです。こちらはですね、水色で表示しているデータは違う会社の LC-MAS 装置を使って、またちょっと違う時期のデータを測定したものです。で、いつも使ってる装置もこんな風にずれてるんですけど、違う装置を使ったらもっと激しくずれちゃったということになります。そういう時はですね、まずは合ってそうな方を合わせていただいて、で、同じ化合物に由来するものをペアで、2つの化合物について選択していただいて、このリファレンスというところを選びます。たまに失敗します。失敗しましたね。失敗しちゃったので、もうちょっと合わせやすいやつがないかと。これとこれでどうでしょうかね。はい、ありました。こういう感じでやっていただくことができます。で、こちらの場合は二次関数で合わせます。一次関数を使って合わせていますので、結構遠いやつでも回します。で、これアニメーションで表示していますが、青い方の機械はとても感度がいいみたいですね。いろんなものが見えています。こんなふうに機械が違っても、それなりに合わせて、分析するということが可能になっております。で、それから色の割り当て方法なんですけれども、勝手に割り当てられる色は緑から赤までの通し番号をそのまま色に変換したものになっています。で、さっきお見せしなかったんですけども、その勝敗度っていうところで、一部だけ消したり、一部だけ表示したりっていったようなことができます。で、これを変更した後は、セーブというボタンを押してあげると、グラスホッパーの画面の方でも、反映するようになります。で、この色なんですが、ファクターって書いてあるのは、ファイル名の中に
4デイとか11デイとか書いてあります。で、この数字を読み取って、数字に変換して、勝手に変換して適当に推測してくれるわけです。で、これも色に変換してあげることができます。で、その他ですね、マニュアルっていう書いてあるところに、6桁の色の表現を16進数で並べてあげると、任意の色を設定することができます。で、他には例えばオレンジ言ってあげるとオレンジ色になります。で、メジャーな色であればそこそこ対応できると思います。知らない色は出ないかもしれません。今、スカイブルーですね。割と明るい色の方が背景が黒なので、見やすいかもしれません。で、まあ、実際の表現の色は左側に出てるやつですね。で、下の方に今度は、化合物テーブルが、まあ、さっきあります。さっきちょこっと書いてましたけれども、そこについてですが、このデータはですね、実はテキストファイルでそのまま保存してあるだけです。先ほど保存さ、ロード、データをロードした後に保存したファイルがこれなんですけども、.prj と書かれたファイルがあります。で、この中身を Excel なんかで開いてあげると、こんなふうに開くことができてですね。で、この下のところに MOVERZ1 とその化合物の名前、あるいは組成のデータなんかを入れてあげると、次にロードし直したときに、出てきます。ちょっと忘れちゃったんですけど、確かに MOVERZ の値だけが必須で、他は空っぽでも多分普通にロードできると思います。なので、公共のデータベースからですね、コピーペーストして、持ってきてあげることもできるはずです。というわけで、これ何分ぐらいだったんですかね。まだ時間ちょっとあると思うので、グラスホッパーでやってみたウェット実験の結果っていう部分について少しだけご紹介させていただきます。で、こちら先ほどアノテーションができて、で、その量の時間経過における変化っていうのがデータとして出てきましたので、これをパスウェイ上にプロットしてみました。これは、なんていうか、手動で書いたんですけども、スタート地点が左で、そこからだんだん違う化合物に分かれていきます。だいたい何百種類かの、化合物がすでに天然から見つかってるんですが、まあ、組み合わせの数で言ったらもう膨大な数の化合物が中におそらく存在しているというふうに思います。で、この中からほんの30個ほどを、定量したというものですので、まあ、こんな感じのこの程度になっているわけですけれども、真ん中の黒いところはまあブラックボックスですね。何が起こっているかわからないですが、その中で激しいネットワークがあって、だんだん化合物が進んでいくと、そういう感じの、この絵の線の意味はそういう感じになっています。で、これ、パッと見てみると、このスタートからいきなり分岐したところがですね、0デイからすぐに赤で表示されていると思います。この赤っていうのは、増加する、蓄積増加する勢いが強かったというところに、こう赤とか緑、赤が表示されます。青は、減少するのが早かったときには多くなるって、そういう仕掛けにしています。で、量の大きさはこの丸の大きさですね。これ見てみると、ちょっと繰り返してしまいましたけれども、すぐに分岐したところから、かなり若い日付で、化合物ができているということが分かります。で、これらの化合物はですね、市場価値としてはそれほど高くない化合物です。で、市場価値の高い化合物というのはこの右側の方に見えているものですね。で、このパスウェイなんですけれども、さっきのグラスホッパーで見たのだと、そのまま生データを見てますので、横軸はリテンションタイムなんですね。C18 からも使った分析ですので、左に行くほど水溶性が高くて、右に行くほど脂溶性が高いって、そういう順番に並んでしまうので、パスウェイの順番っていうのとは全く全然関係なく表示されるわけです。ですから、こうやって順番変えてみると、化合物の整合性がどんなふうに進んでいくのかなというようなことが見えてきます。で、実際には価値の高い化合物がどうも後の方に
見えてるんだなっていうようなことが、なんとなく分かりますね。ちょっと遅れて出てくるという表現でしょうかね。まあ、そんな感じに見えてきました。まあ、人間の印象ですね。その AI を使うんではなくて、人間の脳みそを使って、研究します。で、これをまたグラスコッパの、アニメーション表示で見てみると、先ほど言った重要な化合物、その価値の高い化合物というのは矢印で示したあたりに出る化合物です。まあ、どう見てもこのかなり後の方になってから出現している化合物なんだなということが、やっぱりそうかというふうに見えます。で、この43日間カルチャーしてるんですけども、これはかなりの、この細胞のカルチャーにとっては長期の培養になっていますので、中に入ってた養分、かなり減ってるんじゃないかなと。まあ、環境はかなり変わっているはずです。で、この環境を再現すれば、整合性の経路を少しいじったりすることはできないだろうかということを考えました。で、それを見ながら、まあ、変えていけばいい。まあ、やってみては試してみるというようなことをやっていけば、まあ、何かがどんどん変わっていくだろうと思うので、まず少し変えてみたという実験の中で、そこそこうまくいったやつをご紹介します。で、緑が従来の方法で取った時の22日目の、測定データですね。で、条件を変えてみた時の黄色が、まあそう、22日目で1日ずれてますけれども、ほぼ同じ日付のデータになります。で、この方法ですと、フラスコの中の溶液が濁ってくるんですね。で、この濁ってきたものを集めて測定したものっていうのが赤のシグナルになります。もう全然違う感じになったなというのが分かると思うんですが、価値の高い化合物と言ってたのが、これマウス見えてるんでしょうか。もうこの辺にあります。上の方ですね。上の方に見えています。で、この化合物の量ですね、これ、グラスホッパーの特徴というか、仕様ですけれども、その一番高かったシグナル、データの中で一番高かったシグナルをマックスにして、縦軸決めてますので、実際の量の変化とは違ったふうに見える可能性があります。これは全体の量のバランスがどんなふうに変化していったかっていうようなことを表現する絵になってます。なので、量を実際に比較して見ると、右側のようなグラフになります。これが止まっちゃった。ですね。右側の緑色の時は、価値の高い化合物は23日目から38日目まで、それほど量が変わってなかったんですけれども、新しい方法では22日目に、まあ、すでにメモリーで3倍ぐらいの量が蓄積しているかもしれないというふうになっています。で、した記述してた項についても、まあ、そこそこの量が蓄積していて、で、以前の方法よりも価値の高い化合物が、まあ、かなりたくさん作られるようになったということで、まあ、とても嬉しい結果になっています。で、それからですね、すみません。すみません。黄色い方の化合物、黄色く、まあ、色をつけた方のデータで見えてるんですが、ここですね。1個だけ緑と比べて減ってなさそうに見えるピークがあります。で、これなんかむしろ増えてるんじゃないかというようにすら見えるんですが、これも同じようにピークを選択して量を比較してみると、まあ、実はそんなことはないらしいと。で、23日目から、まあ、30、これも3倍ぐらいある。まあ、38日目にかけて、まあ、これはむしろ増えていく化合物なんですけれども、新しい方法では減っていると。で、析出物の中にはほとんどないということが分かりました。なので、まあ、この析出物ですね、まあ、かなり価値の高い化合物が高濃度に含まれている可能性があります。で、この右側の方にある、この赤いピーク、当然たくさん入っているように見えるんですけれども、これについては、このシリーズの化合物では多分ないんじゃないかなという、M over Z が見えていましたので、まあ、析出して濁って見えているものの正体はひょっとしたらこっちかもしれません。で、それに混じってこれが出てくる。で、そういうふうな状態になったんじゃないかなというのが、これを眺めていたら、まあ、想像されてくるわけです。ちょっと、どうでしょう。長くなってしまったでしょうか。で、最後ですね、謝辞、この場を借りて、多くの先生方、ご指導いただいた多くの先生方に感謝申し上げようと思います。誠にありがとうございました。
そうですね。はい。終わりです。ありがとうございました。